2月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。血での緊急入院をされてから10年、見事に歌手として復活されました内藤泰子さんの新曲、あなたがいれば。あなたがいればお送りしました。トヨという大ヒットソングがあります。この人はその他に思い出ボロボロとかね、六本木ララバイとかね、はい、結構ヒットソングたくさんあった。この内藤泰子さんが今から10年前、福島県でディナーショーをやってる最中に脳内出血で倒れたんです。それから10年何の消息も伝えられなかったんですが、はい、デイリースポーツが大きく書きました。回復をしたと。ただし右半身に麻痺が残りまして、先週の金曜日に記者会見をやったんですが、まだろれつが回らない。発音がはっきりしない。内藤泰子という大人気歌手をですね、10年経つともうこうしてみんなから忘れられる芸能人の儚さですね。まあ、本人も周りもね、本人はもちろん、近況を発表することはないです、はい。ほとんど記憶喪失になりましてね。何にも覚えてない。ただご主人がね、21歳年下なんです。このお若いご主人が献身的に介護、看病をしましてね、かろうじてご主人だけは分かったそうです。はい、あとはもう親戚、友人、知人、親族、誰見ても思い出せないしね。辛いですね。ほとんどの記憶が消えていたようなんです。でね、ディナーショーの最中に脳出血で倒れまして病院へ急いで運ばれましたが、手術は受けないで、2ヶ月後退院してからずっと自宅療養を続けて10年です。で、やっと今日、記憶が次第に戻ってきた。自分が歌手であったことさえわからなかったそうです。だから弟よ、思い出ボロボロ、六本木ララバイ。そんな歌へ言われても歌詞もメロディーも全く消え去ってるもんですからね。病気の怖さですね。そうですね。で、最近になってね、ここ5、6年分の記憶はまだ戻ってないけど、友達、知り合いの名前などはね、かすかに分かってきた。一から覚え直したんやそうです。そうなんですか。でもさっき言いましたように、デビュー40周年カムバックをしようというわけなんですが、右半身に麻痺が残ってね、言葉もまだはっきりしないけれども、ご覧の通り元気になりましたと回復を訴えたそうです、はい。デイリースポーツに大きな写真も載ってますけれどもね。そうして病気でいたこの10年の間、あなたは辛かったですかという質問に、私はもう何にもわからない。ほとんどこう夢の中みたいなもんですね。だから
私は辛かったことはないけど、夫や周りの人が辛かったんじゃないでしょうか。感謝の気持ちを捧げております。で、1年前から事務所からね、はい、そろそろ回復してきたんじゃないか、そろそろカムバックしたらどうかという勧めもあってね、はい、ボイストレーニングを始めましてね、カムバックに対して準備を重ねてきたというんです。でね、3月4日放送、中井正宏の金曜日のスマイルたちへ、これ毎日テレビも放送してますよね。確か放送してますね。そうですね。はい。これ3月4日放送ですが、収録、つまり録画撮りは終わったんやそうです。ところがね、歌のシーンもちゃんと撮影してます。録画もしてますがね、はい、本人は真剣に歌ってるのにものすごいヘタッピーになった感じやと。ああ、そうなんです、ね。まあ、これ3月4日の放送をね、見てみないとわからないんですが、本人はそう感じたそうですよ。しかし周りの人はこれは奇跡やと。もう10年間ですね、記憶も何も失ったまんま。10年って長いですよね。そうなんです。ただ21歳年下の夫以外の人、物事も何にも記憶に残ってない。で、夫が献身的に看病。斉藤康子さんはね、1977年マリワナをやってましてね、大麻マリワナやってましてね、逮捕されたんですが、起訴猶予と言いまして、取り調べの段階が終わって、裁判まで持ち込まれていないんです。ただ当時もね、大きな話題になりまして、本人も今、マリファナ事件の時はバカなことをやったと反省しております。これからは、もう命を懸けて歌手生活復帰しますということでね、はい、無事な復帰を祈りたいと思います。そうですね。いや、何遍も言います、弟よなんて聞いたら3人ともね分かってくれると、あ、この歌かと、六本木ララバイ、思い出ボロボロね、覚えてる人多いと思いますが、内藤靖子自身についてはほとんどの人がもう誰それって名前聞いただけでは分からないという状態ですが、これから頑張るだろうと思います。